お知らせの後は具沢山のかす汁にサッシーが挑戦、大島優子さんの卒業発表の知られざる真相も。さあ、サッシーご飯、今日はですね、この季節とっても体が温まりそうな具沢山のかす汁にサッシーが挑戦です。なんと、あの大島優子さんの卒業発表の知られざる真相も語られています。さあ、料理の前にですね、このコーナー楽しみにしている方がいるんですよ。今月もやりますよ。題して、サッシーがこっそり教える芸能界ここだけの話2月号。私の話、なんとハロプロのコンサート1日2回見ました。え、2ステージ見ました。しかもハロプロ、はい、でみーちゃん、峯岸みなみちゃんを夜だけ誘って、昼は自分が楽しむだけ楽しんで、夜はもう一緒に、もうファンの方と同様に声を張り上げて、なんとかじゃーんって言って叫んで見ました。ちょっと待って、共に、あ、小池先生、分かってます、どういうことか。ハロプロが何か分かんない。そこでしょう、やっぱり。そこだと思ったんですよ。アイドルです。ハロープロジェクト、モーニング娘。とか。お、はい。今回はですね、寒い時期にぴったりのかす汁、まあ、副菜じゃなくて主菜にできるぐらい具沢山の。あー、知ってるかも。かしごはん、まずはお塩を振って1時間置いた後に、霜降りした天然ブリをお出汁に入れて火にかけましょう。どうやって皮むくんですか。大丈夫かな。やってみましょう。行きましょうか。いや、ダメです、ダメです。積極的ですね。意欲ありますから。無言で渡す。じゃあそれをね、適当に4等分ぐらい切りましょうか。乱切りですか。あ、乱切り。乱切り、今日久しぶりに思いっきり乱れてもらう。はい、行きましょう行きましょう、うん、乱切っちゃいますよ。大得意ですからね、乱切りだけは。はい、こう切るだけですか。違う、乱切りだって。イエーイ、ありがとうございます。そう、そんな感じ、そんな感じ、そうそう、乱切り大好き、毎日乱切りだけしたいな。その他の食材も全て切ってお鍋に入れましょう。いいですね、なんかいいですね、実家みたい。いや、本当。じゃあこれで20分ぐらい弱火でコトコト、コトコト、コトコト。流れる季節の真ん中で。そういえば大島優子さん、うん、卒業。あ、その話まだしてないんだ、意外。そっか、ああ、そうなんですよ、優子ちゃん卒業するんですよ。昨年末びっくりしましたよ。私もびっくりしました。あ、やっぱりそうなの。でもまあいつか言うだろうなとは思ってたんで、もう近いうちに、うんうん、だから私たちの予想としては、メンバー内では、まあ、これ初めて言いますけど、はい、元日公演かだろうなって、元日公演だろうなって思ってたんですけど、ほうほう、それ元日公演じゃなくてびっくりしました。でも私後ろにずっといたんですけど、優子ちゃん発表してる時、もう背中見てすぐ分かりました、ああ言うなって。え、なんで。もともと辞めそうってか、卒業しそうだなって、もう次のステップ進みそうだなって思ってて、うん、で優子ちゃんがこう私って言った瞬間に、あ、これ絶対卒業するわって思って。はあ、メンバーには分かる、何かその空気。なんとなく分かりましたね。朝を温めます。まさか、これ芸能スクープでこっち話せばよかったよ。え、差し替えでお願いします。差し替えで、もうここグツグツ言ってるんで。無理です。じゃあね、ちょっとこれ酒かすこんも入れると溶けづらいので、うんうん、この出汁を入れて。あ、甘酒の匂い。そうそうそう、甘酒の匂い。でもなんかいい酒かすですか。これいい酒かすですね。なんかふわふわしてる感じが見えますけどね。じゃあもう、酒かすがちょっと甘いので、これは合わせ味噌、麦と米のちょっと辛めの味噌を溶きましょうかね。すごいすごい実家感、うん、なんかそんな料理ですよ。本当、そうそう、そんな料理ですよ、うん、実家にいるときはこういうの嫌なんですよね。なんで今日疲れてるのにこれなのって思ってたけど、実際もう離れたらこういうのを食べたいんですよね。で、このまんま、
そうね、弱火で20分ぐらい。もうまた煮込むんだ。うん、ちょっと煮込みましょうかね。はい。うん、いいね。はい、高さがある、うん、いただきます。ブリから。いただきます。どうですか？カスが嫌じゃない？全然美味しいです。なんでこれ、うわ、お母さんって感じ。あ、美味しい。そこまで酒カスが主張するわけでもなく、うん、味噌が主張しすぎるわけでもなく、素材の味もちゃんとありつつ、具材が大きいのも美味しいし、美味しい。さっしー、料理で学んだこと教えてください。私は2014年からカス汁のような繊細な女になります。でも無理。でも無理。いいと思います。はい、あの、はい、あんまり期待してないです、繊細なサシはサシじゃないです。今まで通り弾けていただきたいなと思いますけれども。乱切り ね、あ、乱切りいいですよ ね、具が大きい方が食べ応えがあってね。確かにいいかもしれませんね。この時期いいですよ、やっぱカツが温まるからね。そうですね、こういう形で食べたい。そうね、柚子の皮をね、刻んで香りも、ね、美味しそう。はい、ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。さあ、かっては30秒 PR、 みさとちゃん。